とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー攻略、行きますね。今日は、6階から10階の攻略となってます。前回のね、動画の続きという風になってますので、よろしくお願いします。5階クリアしまして、星なき夜、あ、違うな、ゴーレムを入手したんだね。そっからです。で、クリアで、エンチャントポイントが入りましたので、エンチャント入れていきましょう。エーリを2まで上げてください。ダメージがね、21% 上がるので、だいぶ敵を倒すのに役に立ちます。はい。で、前回入手したゴーレムを召喚しつつ戦っていきます。もうゴーレムが、本当にね、いいタンクになってくるので、これがね、あるとないとでは全然違います。ゴーレムはマジで役に立つ。絶対に取った方がいいです。これは間違いない。じゃあ、ゴーレムがね、本当に盾になってくれるんだ。はい。この敵は別に、注意する敵はいないので、ガシガシ進んでいって大丈夫です。うん、クリーパーとかもいないしね。ここは全然余裕です。はい、ということで、6階は余裕のクリアだね。そして、6階のクリア報酬。ここはいりません。エンチャントポイントを取りましょう。はい。で、そして、あ、まだだね。次でエンチャントを入れていきます。いきまーす。で、ここはね、クリーパーとかが結構出てくるんだけど、ゴーレムがいれば、大体いける。うん。ほとんどのターゲットを、ゴーレムが取ってくれるんで、全然余裕で、勝っていけると思います。でもね、ど真ん中で戦っちゃダメだよ。ど真ん中で戦うと、さすがのゴーレムでも対応しきれなくなるので、極力、ばらけて、うん、右上に行ったり、左上に行ったりとかして、敵をある程度ばらけさせて、戦うようにしていきましょう。さすがのゴーレムさんでも、ちょっと厳しくなってくるんでね。はい。ということで、7回も楽勝ですね。そして、ここのクリア報酬、アイアンハンドアミュレット、取りましょう。これをつけると、防御力が結構上がりますので、おすすめです。そして、エンチャントつけます。おすすめガードストライクだね。やっぱりダメージが 50% 減少するのが4秒間続くっていうので、だいぶね、生存率が上がります。で、ここも特に注意するところはないので、戦っていきましょう。今回か、入手したアイアンハンドアミュレット。それをつけて、戦っていきます。だいぶ、火ダメも抑えられると思いますよ。うん。これ、ゴーレムにも効果があるので、ゴーレムも硬くしてあげましょう。あと2体ぐらいかな。はい。やっぱりね、雪玉がね、いい働きをする。途中で、防具のね、報酬もあるんだけども、取らない方がいいです。雪玉がなくなるから。うん。ある程度のところまでは雪玉を持っていった方が、全然安定します。はい。あ、で、ここで、雪玉とは、ようやくおさらばです。うん。パワーがね、84と70では、HP の多さが全然違うし、変更が結構重要になってくるんだよね。こっから。で、おすすめなのは強化メイルの方です。勇者のアーマーもいいんだけども、これはね、モブに狙われやすくなって、ゴーレムのね、良さがあんまりなくなるんだよね。なので、俺のおすすめは強化メイルです。強化メイル。取ってみてくださいね。で、そしてエンチャントは変更です。変更2まで入れましょう。
てここ商人だね、パワーを上げてくれます。星なき夜のパワーが若干低くなってきたので、星なき夜をパワーアップ90まで上がります。はい、ここまで上げるとボスに結構ダメージが入るようになるのでいい感じだね。ではボスに行きましょう。このボスは、大釜です。まあいつも通り戦えばなんてことないと思うんだけども、装備がいつも通りじゃないのでそういうわけにもいかないと思います。戦い方のコツとしては雑魚を倒して、ガードストライクを切らさないように戦っていってください。ガードストライクがあると、ダメージがだいぶ抑えられます。うん、これ防具にもともと 35% 軽減がついてるのでそれでさらにダメージが、抑えられるのでダメージはこんな感じで全然減りません。ガードストライクを切らさないように戦っていくっていうのが、10回の大釜ですね、コツです。クリア。報酬見てみましょう。ここの報酬はこんな感じになってます。いりません、いりません。エンチャントポイントを取りましょう。はい、ということで、6回から10回バーっとやってみました。うん、比較的、6回から10回は簡単にいけると思います。ただボスがちょっと難しいよっていう人もいるかと思うので、ガードストライクを入れながら行くとダメージも全然食らいません。なので、ガードストライク切らさないように行きましょう。そして近づきすぎると、炎をね出してくるのであまり近づかないように、炎を出さないぐらいの位置で戦うっていうのも、一つのポイントとなっております。はい、ということで、次は11回から15回まで攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。